安田行動は東京大学本郷地区キャンパスにある行動である。正式には東京大学大行動というが、東大の学内では安田行動が用いられる。収容人数は千百四十四席。安田財閥の創始者、安田善次郎の特名を条件での寄付により建設されたが、善次郎の死後に寄付を行っていたことが知られるようになったことで善次郎を忍び、一般に 安田行動と呼ばれるようになる。東京大学建築学科の建築家、内田正造が基本設計を行い、弟子の岸田秀人が担当した。衣装及び構造については、伊藤忠太、佐野力に協議員を移植し、建築設計の対抗に参画、協議、壁面、音響などについては、姉崎正春、滝聖一、坂静浦が協議員として加わった。設計した内田は、 ケンブリッジ大学の門頭に着想を得たようだが、力感みなぎるデザインは独特である。1921年に寄港、関東大震災による工事中断を経て1925年7月6日に、竣工した12月とされることもある。震災後に建てられた学内の建築が、茶色のスクラッチタイルで統一されているのに対し、本校堂は理学部91号館と同じ、 赤レンガなのはこのためである。1968年の東大紛争では、全額共闘会議によって選挙され、最終的には、機動隊により強制排除をされた。その後、長期にわたり、大行動は、荒廃状態のまま閉鎖されていたが、富士銀行をはじめとする旧安田財閥ゆかりの企業の寄付もあり1988年から1994年に、 改修工事が行われ再度強用されている。1990年の大改修を機に、東大の届け出学生団体等による演奏会などにも使用できるようになった。1991年より、卒業式、学位記事予式が再び安田講堂で行われるようになったが、収容人員の関係から対象者全員を一度に収容することができず、現在は文系学部、 理系学部で時間帯を分けて開催している。また、父母等については、近隣の施設で、ライブ中継を見る形になる。2013年度から2014年度にかけて、耐震補強を含めた、全面改修が行われたため、2012年度からは、有明コロシアムで、卒業式、学位記事予式が行われていたが、改修完了によって二千十四年度の学位記事予式、卒業式は、 安田行動で行われた。1996年12月20日に、国の登録有形文化財に登録された。正門を入って、銀南並木を軸線にした正面に位置し、東大のシンボルとなっている。3階と4階の大行動のほか多くの事務室があり、東大紛争以前は、大学の本部事務棟として使用され、総長室も、この建物にあった。正面と背面は、 地盤の高低差があり、正面玄関は建物の3階にあたる。現在では1階部分の北側に学生か南側に保健センターがある。東大安田行動事件における行動上部での選挙及び機動隊との衝突により、行動内部は投石の跡や落書きなどが残っていた。その後回収前までは完全に廃墟になっていたわけではなく、一部施設が残存していた。 大行動前の広場には中庭が作られ、地下には大学生協が運営する食堂が設置された。以前のように集会を開いて練り歩くことのできない場所となっている。小規模な模様替えや補修は頻繁に行われていたが、大規模な修理は以下の誤解である。歩行工事歩行工事では関東大震災以前の設計に対する補強として、主に1、 二階の壁を追加する工事が行われた。ただし、1925年7月の竣工後も工事は続いており、行動が初めて使用された同年9月28日の早朝選挙の時はまだ内部に足場が残り、1、二階及び等の内部工事など建設工事の延長線上にある各所模様外修繕工事竣工後、約40年が経ち、 劣化した内装の更新や部屋の配置変更が行われた。昭和の大改修東大紛争後の大規模の修復工事が行われた。それまでは行動周辺の廊下を事務室として利用するための仮修復にとどまっていた。陶石用に砕かれた大理石製の階段や破壊されたり放水により被害を受けた建具が更新された。平成の大改修行動として 使うための改修工事が行われた。耐震改修工事2011年3月の東日本大震災で建物に被害が生じたことをきっかけとして2013年6月11日から2014年12月24日にかけて全面改修が実施された。耐震、防災機能強化のほか、総研時に近い形への復元やバリアフリー化も行われた。 躯体強化のため鉄筋コンクリート体新兵器が214枚設置された。吊り下げられていた天井を建物とつなげて、巡構増加するとともに、天井材を従来の1、6の重さのグラスファイバー補強の石膏天井板に変えた。小屋組に追加された鉄骨827本は、既存のオレンジ色の鉄骨と区別するために灰色に塗装されている。また、 破損時の悲惨を防ぐため、単板のガラスを樹脂フィルムを挟んだ合わせガラスに変更した。部屋に仕切られていた4階通路を復活させ、小杉未成が描いた舞台上の壁が湯水と採火を修復、音響特性についても短くなっていた残響時間を創建時に戻した。プロジェクタ仕様のために遮光されていた窓には電動カーテンが設置された。ありがとうございます。